ルイーズ・ドルレアンは、フランスのオルレアン家の王女で、ブルボン・シチリア家のカラブリア公、スペイン王子、カルロ・タンクレーディの二度目の妻、全スペイン王フアン・カルロス一世の母方の祖母、スペイン語名は、ルイサで、オルレアンス。フランス王、フィリップ・七世を名乗るオルレアニストのフランス王位、請求者パリファク・フィリップと、その妻である、スペイン王女、マリア・イサベルの間の四女として生まれた。 1907年11月16日、イングランドのウスターンシャーにおいて、ブルボンシチリア家のカルロ・タンクレディ王子と結婚した。夫は種別した繊細のスペイン王女、マリアデラス・メルセデスとの結婚を通じて、スペイン王子の称号を有していた。1931年に、スペインで第二共和国政府が成立すると、ルイーズとその家族は、イタリア。 スイスへの亡命を余儀なくされた。ルイーズは1936年、スペイン内戦に身を投じた一人息子のカルロスを亡くしている。フランシスコ・フランコが内戦を収束させて、政権を掌握すると、一家はスペインに帰国することができた。ありがとうございます。